お疲れ様です。魔行真昼です。お疲れ様。いやー、なんか新人4日目の疲労で土曜日日曜日とずっと寝てるっていう感じで寝ておりました。やっと日曜日の2時かな、2時になって起きてきた次第でございます。なので今日は予告していた通り、今まであんまり紹介したことがないかなって思うアンティークをちょっとだけ紹介したいと思います。ちょっとね、短い動画にしたいのでね、ちょっとだけ軽く紹介したいと思います。まずはですね、この辺結構もうおなじみになっているゾーンなんですけど、写真をね、この写真立ての中の写真をちゃんと紹介してなかったなと思って、ちょっとちゃんと目に紹介していきますね。ピントが合うかな？お、合う合う合う。こんな感じで、これはポストカードですね。ポストカード、建物のポストカード、すごいかっこいいなと思って、切手とか素敵なので、これは家族写真かな？なんか素敵ですね。パリの蚤の市に行った時に、自分用に買ったものです。こんな感じ。これはなんか、療養院っていうか、病院かなんかで撮ったんだろうなっていう感じの。ちょっとね、少し不吉な感じのするものが多いかな。なんか笑顔がない。全然。子供の写真、集合写真ですね。だったりとか。この子すごい可愛いなと思って。この子、この子。この子、ベビーカーに、子供の人形を乗せて、この子がすごい可愛くて、でもなんか右側にモヤモヤとしたものがちょっと映っちゃってるっていう、可愛いリボンとかっていう感じで、記念写真ですね。あとこの子はね、もう馴染みだよね。うちの T シャツ作ったりとか、ステッカー作ったりとかいろいろしてるので、これはノートルダムかな。というわけで、飾ってあるポストカードの紹介でした。いつもはね、こうやって瓶が、ドライフラワーの瓶が飾ってあるので、あんまり中がね、よく見えなかったと思うんですけど、ちゃんと目に紹介してみました。次はですね、ティーカップですね。ティーカップ、すごいクラシカルな感じの、これも蚤の市で買ったんですけど、1ユーロだった。130円とかかな、わかんないけど。そう、1ユーロで、なんかガラクタの箱みたいなのに入ってて、どれでも1ユーロですよ、みたいな。でもなんかすごいね、クラシカルで可愛くて、これは自分用に買いましたね。ここがね、八角形になってて、オクトゴナルの形になってて、すごい可愛いです。のでお気に入り。お気に入りだけどね、使ってはいないんだよね。ちょっと飾ってある感じです。これも前にブログやってた時にちょっと紹介したことあるかなと思うんですけど、動画では初めて出てくるアンティークになっております。はい。というわけで以上です。以上でした。写真、ポストカードと、あと、ティーカップですね。あれはソーサーがついてなかったからジャンクなんだろうなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、そんな感じで。ずっと寝てたんだけど、やっと目が覚めてきたというか、体が起きてきたので、これからね、ドトールに行って編集したいと思います。それでは、魔行真昼でした。また次の動画がいつになるのかちょっと不明なんですけど、また次の動画でお会いしましょう。それでは、またねー。バイバーイ。